なんかおばあがここのベンチらへんで休めるよって言った時に休めるとこを探そうと思います。一緒に休みませんか？10時4分止まってる。まさに時間が止まったと言うべきだわ。多分地震のやつで時間が止まってしもたよね。心配だ。暗。え？数日前弁当落としていたおじさん。おじさん暗いけ眼鏡しかわからん。家族は心配してくれているだろうか。私が帰っていないことにすら気づいていなかったらどうしよう。おるわおじ。ライトアップおじいはもろかったな。どっかで多分休めるとこがあるってことね。ベンチ空いとるとこ、あ、眠ることができるベンチ、ここで寝よう。今日はここで寝ようかな。朝まで寝よう。ズズ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 ズ。朝になった。じゃあこれで、あ、弁当おじおるわ。おじ、またここで朝を迎えてしまった。波佐見駅に行くべきだろうか。波佐見駅？波佐見駅ってまだおるんか。お前ら出発するの？気をつけて行ってね。また会えるといいわね。どこ行ったらやろ。街には物騒な人がいるから君も気をつけてね。カナエがね、もうちょいでさ、地下鉄危なかったぞ。友や、前田さん、あなたが風間さんの婚約指輪を届けてくれたのね。私からもお礼を言うわ。ありがとう。それにしても風間さんとかなえさん、とてもお似合いね。え？おばあさん無事でよかったです。自分のことでいっぱい助けずにごめん。風間さんってどんな人？風間さんは亡くなった夫の教え子なのよ。私の夫は大学で経済学を教えていたの。彼は所得格差の拡大について研究して。何言ってんの？難しい。どこ行ったらいいの？なんかすることあんねんかな。さあ出発だ。なんかみんな向こう行って、え、みんなめっちゃ向こう行って、怖っ。ゴーゴーしてみよう。あ、なんかあざみ駅って書いとったな。こっちに行ってみよう。みんなこっち行っとるし。先へ進みますか。はい。朝、あざみ駅への道路が開通した。人々の流れに合わせてあざみ駅方面へ向かった。あざみ駅って行ったことないよね、おそらく。この先っていうのは。なんかもともとあずずが行こうとしよった場所かな。なんか、出会いを求めてって言ってたもんね。多分そこに行くんやろ。どこ、ここ。うわー、何ここ、ここ何？日陰にないと暑くてしょうがない。うわー、なんか街、初めて来た。車を置きっぱなしにしていたから中の荷物は腐ってるだろう。まあ、しょうがないんじゃないか、それは。鉄道があそこまで壊れてしまったら当面通勤には苦労するね。会社なしじゃないか、これは。みんななんでこんな集まってんの？なんでこんな集まっ、うわお、事故ったん。違うわ。あー、なんかいっぱいありすぎてわかる。ごめんね。なんかいっぱい人おりすぎて難しいんやけど。お、なんかムービー入ったぞ。とりあえず人の話聞こうと思っとったら。何？誰ちょこっれ？といいですか？え、何？怖い。かなり疲れていらっ寝入っしゃとるるやん。ようですが、困っていることや満たされないことはありませんか？なんかね、女がね、すぐ彼氏んとこ行って、うわお。お腹が空いて、喉がカラカラ、怪我をして体が痛い、お腹壊して辛い、お風呂に入りたい、怖い、怖い、怖、辛い、いや、ないです。特に困っていることも満たされないこともないです。幸せです。本当にそうでしょうか？もう一度胸に手を当てて考えてみましょう。何これ。自分自身が嫌で仕方ないで自分自身が嫌で仕方がないんです。す。すぐ人に金をよこせ、金をよこせなというる僕が嫌です。ほど、それはお困りですね。そうなんです。私たちは震災で心が傷ついていらっしゃる方、困っている方、満たされない方のお力になりたいと思い、なんか活詐欺じゃ動をなしいていか、るんこでれす。怖いぞこいつら。私たちならば、あなたの困っていること、満たされないことを解消できます。本当いに？かがです？何これ。
何やそのポーズ、なんか手ぶらしかみたいなことないか。ぜひお願いします。泣き崩れる、素晴らしい活動をされていますね。別にあなた方に助けてもらいたい。泣き崩れよ。助けてください。大丈夫ですよ、カモやろな、こいつらから。任せてください。いいよ、何そのポーズ、決まりポーズ。私たちの仲間のところへ行きましょう。仲間、なんなんそのちょいちょい出てくるポーズ。僕もしたいな。おーい、どこ行ったんあの子ら、どこ行ったん。私たちのところへ行ってたけど、どこ行ったん。さっきのさ、あの宗教的なやつらどこ行ったん。私たちのところへって言ったけど、こっちか。これ何してんの。ここもダメか。どこかに救世主はいないのか。僕ですよ。支援物資はすぐそばまで来ているのですが、何分量が少ないので皆さんに行き届くかわからない状態です。あ、支援か。確かにそれはもうしょうがないかもしれないな。これ支援物資。確かにこの量じゃここの町の人全員には難しいかもしれんぞ。こっちも道あるな。そこの地下の出入り口から頻繁に白い T シャツの、あ、これさっきの宗教おるやろ絶対に。開かへんけど、なんかさっき、さっきの人らも白い服着てたよね。こっちか、なんかおるな。騙されてはいけない、騙されてはいけないんだ。あんたも騙されてるよきっと。騙されてるふりをし、最終的には僕が騙してやるの。そんなこと言ってられるの今だけだよ。マジでなんか熱そうやな。あ、トイレ汚ってる、腹減りやし、まあ一回このまま行こうか。どうしたらいいの、ここか。うわ、うわ、おるわ。さあ、どうぞ。オッケー。皆さん、新しい仲間です。え、何これ、なんかワインに変わらないけど。何この場所。ここには食料も水も何でも揃っているのよ。え、なんで。あなたは選ばれた人なんですよ。え、ここで十分癒されて、私たちと一緒に他の人々を助けてあげましょう。なんか上救援物資足りてないって言ったけど、ここなんでこんなことになったの。明るい部屋、清潔そうな服装の人々。何これ、なんでこんなことができるの。僕はすごいや。え、これちょっと苦しんでる人がここに招きたい。相当怪しいな。大儲けの予感がするぞ。これは大儲けの予感がするぞ。お前そういうとこやぞ。自分自身が嫌いって言ったやろ。そういうとこやぞ。白陽様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 。いやいや皆さん。頑張っています。白陽様、はい。何あれ。白陽様、新しい仲間です。白陽様、僕です。アズズです。これは素晴らしい。うん。温厚そうな人だな。人徳がありそうだな。人気がある人だな。くさんくさいな、がっぽり溜め込んでいそうだな。がっぽり溜め込んでいそうだな。少し休まれたら早速活動に入ってもらいます。何活動って、何すんの。よろしく頼みますよ。よろしく頼まれますよ。何やお前。え、じゃあ飯食っていいってこと。サンドイッチ、パン、ピザ、大きなチキン、ワイン、ワインを飲んでおこう。ああ、まあ、こっちはショートケーキコンパス。あ、可愛くなったな。ここはドーナツ、チーズケーキ、マカロン、チョコレートケーキ、イチゴ、タルト、ワイン、まあ、とりあえずワイン飲んでおきましょうね。なんか腹減ってんな、ずっと。ローストビーフ、ローストビーフ食べとこう。大満腹から少し乾いて、あ、じゃあワイン飲んでおきましょう。オッケー、もう十分ですね。君は、母さんもここに呼んであげたいと思ってるんです。鉄道が普及したら母にも入荷する。やめときや、お母さん巻き込む。こんなところがあるなんて。でも外の人もさ、しんどそうやけん、ちょっと入れてあげたいけど、
酔っ払ってきたな。多くの人が入ってきたら食べ物も減るし、暑苦しくなるから嫌よ。お前、じゃあお前が外出ろ。この階に入ってらっしゃる方々はとても自信に満ち溢れてるように見えるわ。勧誘員の方もこの階の幹部メンバーだそうです。女性の方が大森さん、男性の小山、大森小山やな。ずっと会員続けてきてよかったわ。何これ、僕は数年前からこの会に入ってるが、白洋さんも本当にすごい方だよ。なんかさ、宗教臭いな。活動って何？ちょっとこっち入ってみよう。失礼します。白洋様いらっしゃいますでしょうか。白洋、お、白洋、白洋、ちょっとこっち見るな。なんかあるやんか、あそこ。え、これ。あ。おしゃれになってしもうたな、急に。金庫が置いてある。本当になんか金の匂いがするな。白洋。人々を幸せにするために日々精進しちゃいます。そっか、白洋、そこどけ、そこは僕の席や。どけ。どけ、白洋。なんか変なことしそうな気するな。小山、少しでも多くの人を救えるように頑張りましょう。町に出て弱ってる人に声をかけて一人ずつ連れてきてください。なんか何人とか買い取ったな。え、ねえ、ねえ。僕が勧誘してくるってこと？素敵な仲間を連れてきたら隣の小山さんに紹介。あ、白き衣の会。私たちは、心の弱っている人々を、身体的に参っている方々を救済するために日々活動しています。このあざみ駅本部が活動の拠点です。白き衣の会、白洋様。白洋様は不思議な力と高貴な気持ちを持っておられる方です。目が一頓やな、こいつ。私たちの団体も活動するのに資金が必要です。心ある方は寄付を募って、まあ、寄付はせんとして、僕が勧誘してきたらやな。白き衣の会に入りたい方いらっしゃいませんでしょうか。白き衣の会、どうでしょうか。君はちゃうな。困ってる方、白き衣の会入りたいよっていう方いらっしゃいませんでしょうか。白き衣の会入りたいという方いらっしゃいませんでしょうか。この辺困ってる人いっぱいおらんかった。ほら、お、安らかな白き衣の会に誘おうかな。流れで会に連れて行ってあげよう。おいで。ダメだった、やってよ。さあ、そうかな。悩みを聞いてあげましょう。めっちゃ聞くやんか。うまくいった、ついてこれることになった。おいで。おはははは。たたたーてこいつ違うな。悩んでそうなが、力なく笑っている方。収入源がない。君は？ただの食いしん坊も連れて行ったらどうかな。お困りの方いらっしゃいませんか。金に換えられるものは少しでも換金したいと。お、え、100,000,000,000。え、ベストラの株あるやんか。え、でも僕ね、あのお姉さんにちょっと高めにしてあげるって言ったばっかなんよ。一旦この男の人もこう連れて行こうか。一回紹介しに行こう。一人捕まえてもう一回行くって感じなのかな。おっさん、こっち。おっさん来てる。おっさん、おっさん、おっさん、迷子迷子。おっさん、こっちこっち。あ、おっさん、ここじゃなかった。あっちあっち来たで。一人おっさん捕まえてきました。お、新しい仲間を連れてきましたね。素晴らしいです。全校ポイント上がった。あなたもすっかり私たちの仲間ですね。白 T シャツジーンズ。少しでも多くの、あ、一人ずつって書いてるわ。じゃあ一人ずつ声かけて連れてくんやな。待っとき、それっぽいの何人かおったけん。あ、来た来た。もう一人連れてきたけんね。増やしてまた会員を。全校ポイント増えて、二人。よし、もう一回探しに行ってくれ。3人目連れてきたんやけど、ムービー入ったぞ。素晴らしいですわ。
この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。やろ、向いとるやろ。こんなペテンが通用すると思っておるのか。え、何？わしは病気や怪我をしておる人がいるというから気になってきただけだ。え、何の話？何が寄付だ、何が勧誘だ。こんな人々が心身ともに傷ついている時に、え、なんか問題起きてます？白き衣の会、その弱みにつけ込みよって。わしは帰る。あ、やば、目がいってる人もいてる。どいつもこいつもめっちゃ怒ってる。え、誰？双子みたいに。何をするんだ、え、話せ。何してんの？さあ、危ないですから中に入りましょう。え、たまにあんな自分勝手な人がいるんですよ。いや、違うのも土星論やった気がしますけどね。気を取り直してあなたの活躍を白陽様にご報告しましょう。こわなんか、お前ら白陽様と直接話ができるなんて。え、さっき部屋入ったよ白陽様。いいえ、白陽様失礼いたします。ノルマ達成の方をお連れしました。あ、僕ですか、ノルマ達成の方。入ってもらいなさい。はい、怖いってお前ら。さあ、おかけなさい。はーい。あら、真っ白。活躍してもらっているようだね。はい、ありがとう。どういたしまして。3人も連れてきましたよ。世間では私のことをペテンシ呼ばわりする者もいる、うん、君もそう思っているんじゃないかい。え、まあこのペテンシ野郎、尊敬してますよ。とんでもありません、尊敬しております。軽々しく相手に面と向かって、え、なんで怒られてんの。尊敬しているなどと言ってはいけません。え、ごめんなさい、嘘です。相手がうぬぼれてもよ、はい、何やってんの。はい、あなたのことを疑うかもしれない。まず何その手、シュッてなっとるやん。説教臭くなってしまったかな。うん、怒られた感じがする。とにかくこれからも、うん、世の中の人たちのために頑張ってください。はい。ところで、あなたに頼みがあります。君めっちゃエコーしてるね、そのヒゲの割り。この団体を私の代わりに率いてもらえないだろう。え、いいの？え、そんなこと、それはとてもできません。確かに僕がやった方が良さそうだ、やってやる。確かに僕が率いた方が良さそうだ。やってやるよ。やってやるよ。任しとき。そうですか。これは頼もしい。逃げる気ちゃうやろな、ここで任して。世のため人のために尽くしてください。はい、頼みましたよ。はーい。じゃあそこの椅子は僕のもんですね。全校ポイント100ポイント。え、めっちゃポイント手に入れた。ここ僕の席、代表の椅子が。あ、そのちょっと待って、その前に金庫開く。金庫の中を見て、お、現金3000万があるぞ。サファイアの指輪も、あくまで借りるつもりで持って行って、金庫の中を見て、で、サファイアの指輪もあくまで借りるつもりで持っていきますね。おう、金庫閉じましょう。オッケー、もう帰ろっかな。見て、所持金1、10、100、1000、万、10万円。3061万円ありますね。金持ち。座ろう。僕の椅子だ。さてと、世の中の全ての人の幸せに、自分の崇拝するものだけ。これ調子乗ってんな。さあ、みんなが幸せになりますように。さてと、めっちゃ全校ポイント上がるんちゃいます。世の中すべての人の幸せ祈りを得ました。100ポイント手に入れました。もういいや。あ、もう返しちゃった。めっちゃ全校ポイント上がっていくぞ。あ、もう何も上がらんわ。帰ろ。なんかお金手に入れたし帰ろうかな。もう3000万手に入ってんじゃん。もうこっちのもんですわ。帰ろ。今お腹は、あ、でもトイレ行きたいかな。ちょっと乾いてない、食べたくない。トイレどこにあんねやろ。もう帰ろ。え、なんなんだ、こんなのインチキじゃないか。何してんの。西さん落ち着いてください。え、
でもお約束やんか。じゃあ西さんいつか助けてあげる。トイレトイレ。使用中。空き。入りましょう。これとりあえずトイレを一人してからさっきのもう一回行こうね。もう今ステータスもバッチリやし、お金持ちやし、もう最高やんか。その辺で用を足すのは NG。はーい。さっきの町医者助けに行こうかな。あの人がなんか唯一あそこにおる中でまともな気がするよね。まあ、僕が連れてってしまった3名の方は一旦置いとって。どうしたらいいんや。あ、ムービー入った。あなたのような人がいるから世の中が殺伐としたものになるんです。めっちゃ怒られてる。全くです。いい年してそんなこともわからないのか。めっちゃ言われてるやんか。来たぞ、僕が来たぞ。代表。はい。これは見苦しいところをお見せしました。いいよ。このような分別がつかぬ大人は、うん、なんとかせねばと思っております。そうだね。二人の働きぶりにはいつも頭が下がります。これからもだんだん盛り上げていってください。その人すぐに解放しなさい。その人をすぐに解放しなさい。かわいそうだ。え、なんですって。うん、かわいそうや。痛そうやし。そのは団体の活動を否定するとんでもない輩です。けどかわいそうやろ。解放などとてもできるものではありません。うん、けど解放しなさい。おじいがかわいそう。僕はもう3000万手に入ったけんどうでもいいんだ。はい、かしこまりました。そうだ。やれやれ。うん、ようやく体を動かせるようになったわい。お医者さんはね、できればそこに寄ってもらった方が。この団体の他のものとは違うような、うん、向こうで誰か助けてあげておいで。何で失礼。そこなんもないで。そっちは進めないよ。うん。そんなこと、いつ誰が決めたんだ。わしは行きたい方へ行くのだ。あ、一個一個のけていくやね。大変やな、ここめっちゃ荷物あんで。手伝おうか。お、すごい。一人でやったんそれ。え、何。あなたは裏切り者だわ。え、私たちの活動は尊いものであるはず。なぜそれを否定した。何。みんな代表が裏切ったぞ。いや、代表の言うこと絶対ちゃうんか。すみません、怖い囲まれたし。裏切り者を始末するんだ。最悪や。どういうこと、どういうこと、何すんの。どけどけどけ。え、何これ。裏切り者め。え、何これ。いっぱい来るんですけど、ちょっと。いっぱい白い T シャツおるし、いっぱい来る白い T シャツが。ちょっともう最悪。どこ行ったらいいの。うるさい。どこ行ったらいいの。危ない。地震来てる。地震来てる。危ない。白い T シャツしかおらん。逃がす。やめてよ。白い T シャツの人々に追いかけられた。どうにか振り切れたかな。真後ろおるぞ、アズズ。めっちゃ来たぞ、白い T シャツ。トラウマなりそうや、白い T シャツの人。大丈夫おばあちゃん。え、どうしたん。すみません。謝ることではないよ。途中に余震があって、塀が倒れてきて、申し訳ないけど、私を家まで連れてってくれませんか。あ、いいよ。わかりました。面倒だが夢見が悪そうだし、見返りをせしめるとしようで。お前も3000万持っとるやろ。いいよ。わかりました。家まで送り届けます。うん、どうする、おんぶする。ありがとうございます。いいえ、僕に今3000万持っとるけ。おんぶやね。この道をまっすぐ進めば私の家です。キヨさんって書いとったな。先生、キヨさんちょっと待ってな。あ、ちゃんとね、3000万持っとるわ。僕行くわ。何これ、なんか読まれたらできへんね。ここまっすぐ行くんやね。走ることもできるのでゆっくりゆっくり行きましょうね。おばあちゃんさ、おばあちゃんなんか人おるで。あれ、おばあちゃんあれ知り合い、あれ誰。ここか、お家。あ、ここ。あら、お母さん、どうしたんですか、その怪我。
なんか塀が崩れてきたって言ってね。塀が崩れてきてね、この人に登ってきてもらったのよ。てかこんだけ近くおったやけん君ら探しに行きよ。うちの中で休ませてちょうだい。それとこの人に、僕の帽子邪魔かな。おばあちゃん差し上げたいの。うん、礼ちょうだい。でもお母さん、家の中まだ片付いていないのよ。怪我人を休ませておく場所があるかどうか。あるやろ。それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいわ。何こいつ。おい、京子。あれ、あ、お母さん。こっちは旦那さんが。怪我しているのかい。何？家の中はまだむちゃくちゃなのよ。お母さんを寝かしたら、私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ。何こいつ。でも、怪我してるし。自分のお母さんにもっと言え、もっと言え。お医者さんに見てもらえばいいのよ。病院ならベッドもあるでしょうし。お母さん、どうしたの。聖夜はお家の中にいなさい。すみません。霜降り聖夜があったぞ。病院まで連れてってくれますか。あ、いいよ、それは全然いいよ。それは全然いいけど、一回この奥さん芝居ていい。息子夫婦に迷惑を。ってこんな、ってわかりました。怪我人は確かに。で、なんて鬼嫁だ。なんて鬼嫁だ。わかりました、病院まで連れて行きます、一緒に行こうな。それは全然連れてってあげる。ありがとうございます。いいよ。僕今3000万もとき心の余裕がすごいよね。それじゃ病院に行ってきますね。なんか心配じゃないんかな。はい、よろしくお願いします。こいつ、総合病院、この先の曲がり角を曲がった先の商店が抜けた大通りにあります。この先の曲がり角を曲がった先の商店街。ちゃんと説明してな。その前にお前、京子。おい、京子。お母さんよろしくお願いしますね。おい、京子、ここ入るで。おい、京子。はい。お前ら、ボン、ボンや。僕の頭でドンや。お前ら、ちょっと、どうにかしや、その感じ。改めろよ、本当に。君は一体どこから片付ければいいんだ。この先の曲がり角を、ここか？曲がり角を曲がって、危ない。危ない。揺れてる。京子！うわ！うわ！うわ！大ごつよ。もうこんなん、今回おばあちゃんの時ゆっくりゆっくり行こな。ゆっくりやね。気をつけようね。よいしょ。あそこセーブポイントあるで、ばあちゃん。一回セーブしていい、ばあちゃん。この感じ、いつ死ぬかわからんなと思ってる時にばあちゃん一回セーブするな。君は？地震発生から4日も経った。結構経ったね。じゃあ、アズズも4日間ずっとこの感じだよね。病院ってどこ？え、なんて言ってたっけ？商店街のなんやかんやってたね。どこ？ばあちゃん全然話せなくなったんやけど、どこここ。なんかいっぱい貼られてんな。これなんやろ？家の門、和樹家、家族全員無事です。安心してください。お父さんと一緒に口なし小学校の避難所にいます。あ、こんなんも大事やね。もし帰ってきた時にね、一応メッセージとして。35年6で家庭が建てて2年、手持ちの現金が、まあ現金も大事は大事やと思うよ。確かに役に立たんかもしれん、この状況だ。立たんかもしれんけど、一応持っとくというものは大事やけんね。みんなにしてんの。和樹か。道の真ん中のでかい穴を越えるには商店街の屋根の上を通るしかない。え？これ？これ越えていくしかないんか。ああ、なんかぽいな。向こうに行く感じがするな。こう行くか、じゃあ。バー乗っとるけん走られへんのな。ゆっくりゆっくり行こうな。あれ何してんの？ドラッグストア新富。うちザグザグ。おお、バー危ない！バー危ない！バー一気に行こうな。ゆっくり行こう。バー怪我させてる大変気、ゆっくり行こうな。君は？ちょっとあんた、さっさと出発するわよ。あら、キヨさん、私たち荷物をまとめに来たんですよ。私は病院に連れて行ってもらう途中なの。お互い大変だけど、避難先でも体に気をつけてね。でね、とりあえずおばあちゃんが元気であることが今のところ一番の第一候補やな。うわ、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 あ、キヨバー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 ！